上司の娘は、当時まだ10代なのに、顔がパンパンで、目は糸みたいだった。酒の席で、どうしてうちの娘が、と上司がへこんでいたので、社交辞令的に、いや、やっぱり、女も男も顔じゃないですよ。性格いいなら大丈夫ですって。と、酒の勢いもあり、上司の背中をバンバン叩いて励ましてたら、いつの間にか、その娘とデートすることに。上司娘が外に出たがらないので、仕方なく、初日から、上司の自宅でデートという拷問。上司夫妻は、気を利かせて外出したが、当然ムラムラもせず。手料理が得意だというので、作ってもらったら、なんだか、すげえ微妙だった。次も会いたいと言われたので、じゃあ、次は俺が手料理振る舞うねと約束して、上司が帰宅前に、さよなら。翌週に、また、上司に家に呼ばれ、なぜか、今度は、上司夫妻も同席のもと、俺の料理を一家に振る舞う羽目に。俺も料理は得意だったので、そこそこ喜んでもらえた。さすがに2回も行けば、義理は果たしただろうと思っていたら、上司娘から、私は料理上手だとうぬぼれていたみたい。俺さんの方が上手だった。教えてほしい。と電話がかかってきて、仕方なく3回目の訪問。今度は一緒に作ったが、いまいち手元がおぼつかなくて危なかったので、ついつい手伝ったりしてた。そうこうしているうちに、なんとなく仲良くなって、これはそろそろ逃げないと大変なことになるなと思っていた矢先に、上司娘が入院、手術。全然知らなかったんだが、小さい頃から持病を患っていたそうで、ついに、命に関わるほどになったから、手術することにしたと。さすがに心配になって、病院まで見舞いに行ったら、不安そうに涙目になってたから、手術当日も行くことを約束した。手術室に行く前に、手を握ってやったら、退院できたら、またお料理教えてください。って言われて、俺まで泣くかと思った。手術は、無事に成功して、術後も良好だったので、退院の日に、上司夫妻の前でプロポーズした。顔のむくみは、薬の副作用だったそうで、手術後に、他の薬に切り替えたら、どんどんすっきりして、人並みに可愛くなった。体力を取り戻すために、水泳に通うというので、俺も付き合ってやったら、俺の方まで痩せて、イケメンになってやったぜ。で、今日が初めて会ってから1年目だったので、婚姻届を提出してきました。今週末に結婚式やります。幸せにしてやんよう。ありがとう。新婚生活楽しい。オムレツに名前なんて、くだらないことでも幸せだ。嫁は、今年末に20歳になるよ。俺は、人柄がいいというか、お人よし、だと評判らしい。多分、最初に、料理を一緒に作ったあたりから、惚れてたのかなって思う。手術が成功してなかったら、俺も後追ったかもしれん。